今試合が終わった今の気持ちから聞かせてください。そうですね、自分の勝利がチームの勝利につながったのでとても嬉しいです。さあ振り返りましょう。今日は1勝1敗、チームはタイのスコアでの後半戦最初3番での勝負、及川選手との勝負でした。どんな気持ちで臨んでいきましたか？そうですね、1番ダブルスがまあ欲しいゲームで負けてしまって、2番の李選手が3対0で勝って、自分はその試合を見て勇気づけられて、あとはまあ自分は向かっていくだけなので強い気持ちで戦い抜きました。2ゲーム取った後に及川選手が1ゲーム取りました。あのあたりゲームのインターバル、どんな気持ちで4つ目のゲームに臨みましたか？そうですね、簡単にはいかない試合だと思ってたんで、3ゲーム目も別に取られても、まあ、強い気持ちで戦い抜きました。はい、T リーグの個人戦以降好調をキープしていると思うんですけども、好調の要因聞かせてください。好調の要因は早寝早起きです。